何なのこれ。それでは、試練を始めよう。5分という濃密な時間の中で、君たちの本当の姿を見せ、存分に語らい合いたまえ。これであっさり外せちゃったらどんどん笑いだよ。だろうな。これだけの報仕掛けを用意できる犯人だ。風花の椅子の拘束もこの首輪も外せるわけがない。外せなきゃどうなっちゃうの。4人で仲良く網焼きステーキだね。諦めるにはまだちょっと早いよ。もう少しだけ抵抗してからでも遅くないだよな。何か道具になるものがないか。テコにすればきっと。みんなも何かを探す。何かないかな。諦めるにはまだ早いってのには同意するけど、残り時間にはみんな気をつけて。最後の決断を実行に移すにも多少の時間は必要だろうから。あ、最後の決断ってなんだよ。少しでも多く生存者を出す方法だ。ドレミちゃん、それってフーカちゃんを見捨てるってこと。ふざけんな。フーカを見捨てるだと。あと4分でここから出る方法を見つけられなければ、全員で死ぬか否かを選ばなければならなくなる。まさか、仲良し4人組は網焼きステーキになるのもみんな一緒とか言うなよ。お前、薄情な奴だな。昔からお前には時々。やめて。今はそんなこと言ってる場合じゃない。それにね、フーカちゃんが今必死に考えてるの。お願いだから静かにしてあげて。そうだ、フーカは一番頭がいい。頼む、フーカ、何か思いついてくれ。試す価値はあるかも。何か考えついたの。一回だけ私の思いついたことを試してみたいの。それにはここにいる全員の協力がいるの。何でも言ってくれ。時間を無駄にしている場合じゃない。全員の協力とは。犯人が用意したこの部屋から脱出できる方法、それは死刑囚に有罪宣告をして拷問レバーを引くこと。すると死刑囚以外の首輪は外せるようになり、脱出用のエレベーターの扉が開く。これだけなの。別に死刑囚が死ななければならないとかそういう取り決めはない。でも死刑囚はその拷問椅子に拘束されたまま逃げられないんだぞ。仮に拷問が大したものじゃなかったとしても、結局は焼け死
死ぬ。でも首輪を外しエレベーターの扉を開くということに対しては必須ではない。何を言っているのかわからない。もし拷問レバーを引くときに、その拷問椅子に誰も座ってなかったとしたら。え、でもでも現に風花ちゃんはその椅子に手足を拘束されちゃってるんだよ。さっきこのデスゲームが始まったとき、私は死刑囚だったから拷問椅子に引きずり寄せられた。この椅子は犠牲者が飛び込んできたら手足を拘束する仕掛けになってる。でも死刑囚が引きずり寄せられずにいたなら。そうか、そういうことか。でも一体どうやって。まずピエロは自分の首輪の鎖をしっかりと固定するの。多分あの吊るされた檻に結んだりするのがいいと思う。まさかそれで拷問椅子に引き寄せられるのを防げるつもりなのか。仮にそれがうまくいったとしても拷問レバーが引ける保証がない。うん、だからそれを試してみたいの。拷問レバーを引けば首輪が外れエレベーターの扉が開く。でもその時拷問椅子に死刑囚がいなかったら、どんな拷問が起ころうと無意味。そんな都合よくいくか。これだけの大舞台を用意する犯人なんだぞ。死刑囚を拘束して初めて拷問レバーが操作できるようになっているに決まっている。だからそれを試したいの。試してうまくいったらミラクルラッキーだよ。試す価値はあるぞ。ピエロはドレミだよね。お願い、力を貸して。嫌だ、絶対に嫌だ。私はそんなことには協力できない。どうしてだよ。うまくいく保証はないが試す価値はあるじゃないか。うまくいかなかった時死刑囚は誰だ。私じゃないか。まんまと死刑囚を出した風花は他の策を探すふりをして時間を浪費する。そして最後の時、死刑囚の私を生贄にすることをしぶしぶと決めるんだ。風花の腹黒さを私は知ってる。騙されないぞ、絶対に。私が何を騙すっていうの。それに試してダメだったらまた私を死刑囚に戻してくれたらいい。信用できない。有罪宣告ができる断罪者は一人だけなんだよ。私に有罪を宣告した後にその断罪者がもう宣告ができないような事態になったら、そしたら私が死刑囚で確定してしまう。宣告できないような事態ってなんだよ。風花が断罪者の私かミナを襲ってくるっていうのか。風花ちゃんがそんなことをするなんて思えないよ。ドレミ、あなたを騙すつもりなんてないから。お願い、とにかく試させて、時間が欲しいの。いや、嫌だ。風花を信用できるものか。どうして信用してくれないの。私ドレミに嘘をついたことある。しらじらしいんだよ。あんたの本性なんて知り尽くしてるんだから。やめろよ、こんなことしてる場合かよ。ドレミも落ち着けって。無罪。どういうこと？誰が今無罪って言ったの。風花ちゃんが時間が惜しいって言ってるのにグダグダと。ラチが開かないんだよ。ドレミちゃんのピエロが協力してくれないなら風花ちゃん自身がピエロになって試せばいい。
ね、これなら別にドレミちゃんの協力なんかいらないんだよ。それはそうだけど、ミナ、どうして何私に裏切られたみたいな顔をしてんの。この際だからはっきりと言わせてもらうけれど、ミナはドレミちゃんのことずっとずっと嫌いだったよ。だって嘘つきだから。本当に大切な大切な約束をケロリと破って忘れてたとかあっさり言える子だったから。ドレミは約束を破るような子じゃないよ。どんな小さな約束も律儀に守ってくれる義理堅い風花ちゃん、どんな無理な約束も全力で守ってくれる頼もしいかりんちゃん。でもドレミちゃんは違うの。ドレミちゃんは守らない。それ以前、そもそも大切な約束という意味さえ理解していない天然のダメ人間。わからない。これは夢。どうしてあんなにも仲良しのミナが私にこんなことを。何があったか知らないけどさ、ミナもちょっと落ち着けって。残り時間があと何分か分かってる？分かってるならそういうお友達ごっこは今はやめようよ。普段は仲良し4人組ってことになってるから、私も上辺は仲良しを装ってる。ドレミちゃんともうまくやれてる風を装えてる。でもね、今はそんな時じゃない。本当の本音で喋らなければならない時だから、はっきり言う、重ねて言う、心の底から言う。私はドレミちゃんのことが大嫌い。死んじゃえばいいって思ったこともある。嘘だ嘘だ、ミナがこんなことを言うなんて。まあ、私も心当たりがないわけじゃないよ。え？たまに話の流れで私を信用してよみたいな、そんな話になる時ってあるでしょ。ミナはそういう時、ほとんどの相手には無条件に信頼するような態度を見せるのに、ドレミがそういうことを言った時だけはいつも巧みに信用するという表現はしなかったんだよ。かりんちゃんには気づかれちゃってたんだね。うん、そうだよ。私、たとえ嘘やその場の雰囲気であってもドレミちゃんを信じてるなんて絶対に絶対に絶対絶対口にしたりなんかしないんだから。どうしてミナちゃんにそこまで言わせるような、どんなことをドレミはしたっていうの？忘れてた。だってドレミちゃんは月曜日に聞いた私にすっごいそっけなくそう言ったんだよ。私がどうしていなかったのと聞いたら、それが何のことかさえ思い出せないようにしばらく思案してからようやく口にしたのが忘れてたの一言だけ。ドレミちゃんはね、どんな約束をしていたのかさえ忘れてたんだよ。一体どんな約束を破ったってんだよ。今となっては大したことじゃないよ。小学校の時のたあいもない約束、今口にしたところで
本当につまらない、くだらない約束。でも、その時の私には本当に本当に大切な約束だった。ドレミちゃんを信じて、ずっとずっと、ずっとずっと待っていたんだよ。それに対するあんたの言葉が、忘れてたの一言だけ、ごめんなさいもなかった。じゃあ、今謝るよ。ごめんね、ミナ。何の約束か、本当の本当に全然思い出せないけどさ、本当にごめんよ、ミナ。小学校の頃のなんだかくだらない約束の一つや二つで随分と根に持ってくれて本当に申し訳ないね。どうせくだらないキーホルダーをあげるとか、ちょいと匂いのついた消しゴムをあげるとか、その程度の約束だったんでしょ。あんた、いっつも私からガラクタを恵んでもらってたもんね。犬かよ、お前は。あんたの家の方がずっと金持ちだったくせに、うちの方がずっと貧乏だったのに、あんたは一度でも私に何かをくれたかよ。私からもらうばかりで、この泥棒が。やめてよドレミ、そんなこと言わないで。いいんだよ風花ちゃん、今は本音で話し合う時間だから。だから私ももう一度言うね。ドレミちゃんなんか昔から、小学校の時から大嫌い、全然信用してない。何年間も溜まってたゲロを全部吐き出せた気分だよ。ほら、ふうかちゃん、時間がないよ。ふうかちゃんの鎖を釣ってある檻に縛って固定するんでしょ。そうだ、時間はもうほとんどないぞ。他にも試したい手はあったけど、もうこれ一つしか試せない。ごめんね、僕、揺れるかもしれない。仮に私の策がうまくいっても、この子は救えない。もう一人の断罪者はカリンちゃんだよね。風花ちゃんの椅子の脇で待機して、時間を無駄にできないから、私が風花ちゃんを死刑囚に戻したら、すぐに拷問レバーを引いてみて。分かった。あと、ドレミちゃんはこれから一時的にピエロに戻るけれど、席を立たないことをおすすめするよ。下手に席を離れて、また引きずり戻されて痛い思いをするの嫌でしょ。いいな。じゃあ始めるよ。無罪。やった、成功だ。これで私は死刑囚だけれど、拷問椅子にはいない状態。それで改めて宣告、有罪。そして私が拷問レバーを引くんだ。やって、カリン、カリン。ダメだ、ロックされてる。ピクトもしねえぞ。畜生。残念だね。じゃあ改めて。
ね、できやしない、無駄な努力だった。あ、なんだ、足元の炎が強くなったぞ。ドレミちゃんが協力してくれなくて時間を浪費した結果だよ。いや違う、これはあんたが望んだ当然の結果だ。ミナは最初から生きてここを出るには生贄が必要だと分かってた。そしてその生贄が風花か私なら、それは昔から大嫌いな私にしようって決めていた。風花がおかしなことを試そうと言い出したから、それに便乗しただけで、どういう運命をたどろうと私がこうなる結果は決まっていたんだ。うん、そうだよ。パチパチパチ、ドレミちゃんの狙いは時間を浪費させてみんなを追い詰め、死刑囚の風花ちゃんに生贄を納得してもらうことだった。ミナはね、風花ちゃんが大好きだから絶対に見捨てない。大嫌いなドレミちゃんとチェンジできるなら喜んでするよ。ここは地獄なのか。今から本当の地獄になるさ。みんな死ね死ね死ね、私と一緒に焼け死ね。自分も死んじゃうから何も言わない腹黒風花。そして普段はあれだけ正義のヒーローを気取ってるくせに、ここ一番でミナに顎で使われてる軟弱カリン。いいよ、私を生贄にできるならやってみるといい。できたらご褒美あげる。一生こびりついて消えないすごい断末魔を聞かせてあげるから。それでね、音楽に合わせて流れてくる音符をタイミングよく押せばいいの。それで敵はいつ襲ってくるんだ。妨害とかはないんだよ、スコアだけで競い合うな。音符を壊すゲームなのか。違うよ、音符に合わせて踊ってライブをするゲームなの。照準に合わせて血煙の中を踊らせてデッドオアライブするゲーム。それでね、素敵なアイテムがいっぱいあって自分だけの個性が出せるんだよ。 LMG にラピファ角間がでトリガーハッピープレイ。ミナはね、今はキュートチャラチャラ系スポーティー装備で固めてるの。私も今はステルス系ナイファー装備だ。それでね、ゲームが終わった後にコーデに使うカードが出てくるんだけど、何回プレイしてもミナの欲しい SR が出ないの。私も何回プレイしても乱暴なコマンドーのトロフィーが取れない。だね、これがね、ミナが探してるコーデカードなの。この水着みたいな絵のカードがミナの欲しいものなのか。ではこのカードを見つけてきたらミナは喜んでくれるのだな。それはもちろんだけど、これは本当にレアなカードなんだよ。
持ってる人も見つからないからトレートも難しいし。ならばそれこそ探す価値があるというものだ。それ以上の価値がある。大好きなミナが喜んでくれることにはな。トリミちゃん、ミナは昔から何度も何度も私のささくれだった心を癒してくれた。それを思えば恩返しにもならないが探してみる。期待して待っててくれ。トレミちゃん、見つかっても見つからなくてもミナは嬉しいからね。トレミちゃん大好き。ミナ、先日言ってたコーデカードを持ってきた。え？本当に持ってきてくれたの？わーい！タレミちゃん大好き！何のカード？ほら、ゲームセンターにあるレイヤーズパラダイスの衣装のカード。すごいすごい、かわいい！やっぱり SR のコーデはかわいいよね。見せて見せて。股間フリル付き競泳水着とは実にいい。いいよねいいよね。見せて見せて見せて。今取り出す。待て。やっぱ SR だとすっごい価値があるわけ？あるよ。メディカルですっごい値段がついてて、それでもすぐに売り切れちゃうんだよ。そんな価値のあるものをひょいとあげちゃうなんて、ドレミはすごいね。ミナが喜んでくれると思っていろいろと努力した。最初は私もメディカルとかを探したのだが、高すぎて手が出なかった。次にゲームセンターに行って自分でもプレイしてカードを手に入れたが、 SR は出なかった。出ないよね、なかなか出ない。それで作戦をわらしべ長者に切り替えた。なるほどね、トレードってわけか。そこでレイパラの様々なカードのレアリティや価値を徹底的に調べ上げた。試験期間中だったよねそして交換のためにレイパラのイベント会場限定カードをゲットするべく、あちこちで並びまくった。炎天下の行列の中、
愚かな男どもに喉が渇く飴を与え、ペットボトルと交換で様々な SR を集め、そしてトレード掲示板でじっくりロムって相場と駆け引きを学び、さらに事情通のふりをして次のバージョンで特定の SR にコスバトルのパラメータ情報修正があるとの風説をルフ。次のバージョンで舞踏会シリーズがパワーアップって噂、デマだったの？相場操作の上でいよいよトレードに。しかしトレード詐欺に遭い、集めた高価値カードがみんなパーに。なんてこった！しかし何度もイベントに通っていたため、開発スタッフと仲良くなれて、詐欺の件を同情してもらえて、念願のカードを無事にゲット。すっごい回り道だったね。というかその一枚を手に入れるのにめっちゃ苦労してるぞ。ミナちゃんの欲しいカードを手に入れるためによくそれだけの苦労ができるものだね。ミナの愛くるしい笑顔はプライスレス。そのために私はいくらでも努力できる。ドレミちゃん、そのカードちょうだいちょうだい。ほらほらこっちこっち、ワンワン言いながら取れたらプレゼント。ワンワンキャンキャン、ワオーン、 SR SR。 ミナもすげえぞ、あそこまでプライド捨てられるんだな。ちょっと嫉妬しちゃうな。ミナちゃんのためにそれだけの努力ができちゃうなんて。小学校の時からドレミはずっとミナを猫可愛がりだからな。ほらほら、ミナワンコ、 SR カードはこちら。頑張ったんだけど、トレード詐欺の時に全部なくしちゃって、ぬか喜びさせてしまってごめん。代わりにもならないだろうけど、私の持ってる唯一のカードなんだ。いいよ、ドレミちゃんの気持ちは受け取れたから。ドレミちゃん、大